マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくあるご質問に、先生こんなに食事量減らしているのに全然痩せないんですというのがあります。なんで同じように食べてる人もいるのに私だけ体重が落ちないんでしょうかということなんですけれども、私も過去同じ経験してますから、そのねお気持ちがよくわかります。そこで今回の動画では、なぜ食事の量を減らしているのに痩せないのかというその理由と対策法が分かります。もしあなたが食べたいけれども痩せたいなって思っているようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。では今回の動画のテーマはこちら、ダイエットにおすすめ無添加食品になります。でなぜこのテーマかと言いますと、先ほどお伝えしました通り、食事量を減らしているのにもかかわらず痩せることができない方というのは、添加物をたくさん摂ってしまっている可能性が非常に高いからです。そこさえしっかりクリアすれば、食べてもちゃんと腸が元気に動いて代謝が上がって結果痩せることができますので、ぜひここのポイントを押さえていきたいと思います。では今からお話しする流れはこちらです。1つ目、痩せる鍵は無添加食材。2つ目、おすすめの食材3つご紹介していきます。では1つ目の項目を詳しくお伝えしていきますね。この無添加食材に変えるだけで痩せる理由なんですけれども、こちらです。まずはですね、添加物たっぷりのものを食べてしまう方というのは、あなたの腸や肝臓にものすごく負担をかけますよってことは先ほどお伝えしましたが、その結果消化吸収ができなくなっちゃうんですね。ということは食べても食べても栄養不足になってしまっているということなんですよ。そういう方というのは痩せることができません。なぜかというと、栄養不足のままダイエットを頑張っても痩せるホルモンを作る材料がそもそも作れていないわけですから、どんどん太ってしまうというこの負のスパイラルに入ってしまうんですよってことなんです。では具体的にその添加物で何でしょうということなんですけれども、たくさんいますが、特に注意していただきたいのはこちら、化学調味料が入ったような調味料を使っていらっしゃる方、ポイントは原材料名を見てください。今ご自宅に例えばお醤油とかみりんとかいろんなものありますよね。あのソースとかですよ、とんかつソースとかケチャップとか、その原材料名を見た時にこちら、調味料カッコアミノ酸などというのが表記してあったら、書いてあったら、それが実はグルタミン酸ナトリウムという化学調味料のことですから、あちゃーってね、もしかしたらこれもあれもこれも入ってると、そういった例えば塩コショウとかでもそうです。結局その調味料系が知らず知らずの間に化学調味料としてこのどんどんお体に入っていってしまって、代謝が落ちて内臓を痛めて、まあひどくなれば病気になりますけどね、そういったものを知らないうちに取ってしまってたっていうのがね、ダイエットの邪魔をしている原因なんですよってことになります。では以上のお話を踏まえまして、項目2つ目のおすすめの食材3つ選んでまいりましたので、ぜひねご活用していただきたいなと思うんです。で今回はやはりベースの下味をつけるためのお出汁系でね、いろいろと皆さん知らないうちにあれやこれや添加物が入っているものを買ってしまっている可能性がありますから、例えばお近くのスーパーでこんなものを選んでくださいねっていうのを3つ選んできました。まずはこちらです。今回はイオントップバリューさんで選んでおります。でイオンのトップバリューさんは無添加のものを結構取り扱っていらっしゃるので、このチャンネルでもたくさんご紹介してるんですけれども、その中の一つがこちら、天然のだしパックのカツオ味の方になります。国産のカツオ、サバ、イワシ、昆布の天然だしですということで、1袋ですね、 9g×16袋入ってます。で嬉しいのが無漂白ペーパーを使用してくださってますので、とってもお体に優しいんですよね。漂白しているものをですね、ずっと煮出したりとか、まあ、お茶パックもそうですけれども、白いのはねお体にとって害になりますから、できればこういった無漂白のパッケージを使っているものを選んでくださいね。でこちらですね、後ろ見ますと原材料名も一切先ほどのようなあのアミノ酸などというね調味料カッコアミノ酸などはもう書いてないんですね。かつお節、サバとイワシと昆布も全部国産ということで、こちら使ってみてください。で結構こういった
まあ、要は無添加のですねものって結構コスパいかがですか。あ、ちょっと高いなって手が出ないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、このイオントップバリューさんね、良心的コスパいいですので、ぜひね、あ、普段使ってるのが安いなって思ったとしても、ちょっとね、ちょっとちょい出ししていいものを買おうかなっていうきっかけにね、ぜひしていただきたいなと思って選びました。もうこれはですね、私はもうお味噌汁作る時にも使えますし、もうどうかしてこう袋破ってですね、もうパラパラっとふりかけみたいにして食べたりとかいろいろします。それぐらい天然のものなので、ぜひ使ってみてくださいね。では2つ目はこちらです。はい、イオントップバリューの使い切りやすいかつお節のパックソフト削りです。こちらですね、おひたしとか、まあ、冷ややっこ、お好み焼きのトッピングとかね、少しだけ使いたい時に便利な小分けパックということで 2g×12袋入っています。で、後ろを見ますと原材料はかつお節のみ、まあ、かつおの削り節だけですよね。で、実はこのかつお節ってめちゃくちゃ栄養価高いんですよ。ご存知でしたか。良質で、しかも低脂質、要は脂肪分が低い良質の、めちゃくちゃ質の高いですね、タンパク質が取れちゃいますよ。なのでこちらですね、たった1袋 2g あたりタンパク質がね、たったこの量で 1.5g 取れちゃうんですよね。なのでちょっとタンパク質不足だなとか、わざわざプロテインを買って添加物いっぱいのプロテイン飲むよりは、ちょっとこういったかつお節をですね、ご飯にまぶしたりサラダにかけたり、もうちょい足しで大丈夫ですから、ぜひね、もう普段のお食事のトッピングとしてもどんどん活用していただきたいなと思います。では最後はこちらです。はい、こちらもトップバリューの無添加のとろろ昆布になります。結構ですね、皆さんいかがですか。このとろろ昆布買うときって、私必ずこの、まあ、どれでもそうなんですけど、原材料名チェックするんですよね。でも必ずね、余計なものがいっぱい入ってるんですよね。こう甘みのこう人工甘味料とか、先ほどの調味料カッコアミノ酸っていうあれですよ。もうこんなの入ってる買えないって思う中で、こちらは昆布、しかも北海道産、そして味付けはあの黒酢なんですよ。これね、おすすめですよ。で、北海道産の利尻島のですね、昆布 50% と、昆布ですね 50% 半々使っていただいてて、とろみ、うまみ、甘みを引き出しました。で、国産米から作ったあのお米の黒酢入りということで、こちらも載っていますが、大体ね、皆さんいかがですか、まあ、おうどんとかおそばとか、あのお米にもね、ご飯にも乗せて召し上がる方もおいでだと思うんですけども、私は結構これをね、どんな風に使ってるかと言いますと、朝ごはんの時のお味噌汁にバッとね、掴んでポイみたいな、もう簡単なんですよ。でもこれを取るだけで、その海藻が取れてしまいますし、その、まあ、タンパク質も取れますし、食物繊維がすごく豊富なので、もう一石何鳥もあるわけですよね。ですからちょっとね、なかなか海藻って手が出ないなって、そんなに普段食べないなっていう方は、こういったとろろ昆布をですね、普段のお味噌汁とか、そういったあのお食事にもちょいのせでいいんですよね。味すごく良くなります。私どうかすると豚肉の炒め物とかでもとろろ昆布かけて作っちゃうぐらい好きです。ですから海藻はとにかく食物繊維がたっぷりなので、あなたの食欲を抑えてくれる効果もすごく高いですよ。なのでこちらぜひ活用してみてくださいね。ではこの動画のまとめポイントは、食事量を減らしているのになかなか痩せない方の理由、それは添加物たっぷりの調味料を使っている可能性が高いからでしたね。なので今持っていらっしゃる調味料を無添加のものにどんどん置き換えていかれますと、痩せ体質になることができますよ。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。